新カント派は、1870年代から1920年代に、ドイツで起こったカント的な認識論復興運動、及びその学派である。新カント学派とも、カントは、現象と、もの自体を厳密に区別し、理性に関する批判哲学的考察を遂行したが、その後のドイツ関連論は、それを、克服、あるいは別用に表現するなど、後退させる形で発展していった。 ヘーゲルの死後、ヘーゲル学派が細々と分裂していく混乱した状況下において、カントに帰れというのは、新カント派が成立するまでにも多くのものが唱えていた。例えばショーペンハウアーは、カントと私の間に何か哲学上の重大な差異を生じる自由があったとは言えないとしていたし、フリースやヘルバルトも同様であった。他方で19世紀前半になると、 モレスコット、ホークと、ルートビヒビューヒナーラの俗流遺物論によって、今後は自然科学的な知のみを体系化すべきであり、それによって哲学は不要になるとのテーゼが広がりを見せるようになっていた。これに対して、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、当時の感覚生理学の研究成果を援用し、知覚の内容が知覚の主観的諸条件に依存していることから、 これを、カントの超越論的哲学に応用した上で、カント的な現象と、物の自体との厳密な区別を再評価し、例えば自然科学のような、いわゆる、経験科学によって、物の自体が認識できるという独断論を批判したので、ある。新カント派の創設者は、フリードリヒアルベルト・ランゲとされている。ランゲは、マールブルク大学で教弁を取ったが、その後任者の講演は、 ヘルム・ホルツのカントの生理学的な再解釈を厳密論理学的な捉え方に変えて再解釈をすることによってマールブルク学派を築いた。19世紀半ば過ぎになると、オットー・リープマンがその著書、カントとそのアリューで発した、カントに帰れという標語がドイツを中心に広がりを見せ、その後、ビルヘルム・ビンデル・バントにより、西南ドイツ学派が創始されると、 バーデン学派は新刊と学派の最も有力な学派として発展し、新刊と派は高段哲学の中心的な流れを形成するに至った。新刊と派は当時西欧を席巻しつつあった無規範な科学的シーンに対抗した。特にマルクス主義は精神や文化を物質の因果律により支配されるものとしていたため、人間もまた因果律に支配された機械とみなそうと、 していると危惧し、彼らを批判して、カントに習い先見的道徳率の樹立と、精神と文化の価値の復権を試み、因果律に支配される存在の世界から、遠いの領域を確立しようとしたのだった。新カント派の業績の一つとして、カント研究の復興が挙げられる。アディックスによって始められたカント協会の論文誌、カント研究は、今日も年4回刊行され、 ハ言語での論文を受け付ける国際的なカント研究士として知られている。新カント派は大きくマールブルク学派と西南ドイツ学派に分けられる。ヘルマン公演がマールブルク大学で教鞭をとり学派を形成したに由来する故障である。公園、パウルナトルプ、エルンストカシーラーらのマールブルク学派は科学的認識の基礎づけを試み空間、時間をも直感でなく 思考のカテゴリーと見た。後に離反したニコライ・ハルトマンのほかガダマーやブルーメンベルクにも少なからず影響を与えている。また、意外かもしれないが、初期のルドルフ・カルナップにも影響を与えている。ハルトマンの後任にハイデッカーが選任されると、1920年代半ばに衰退していった。ビルヘルム・ビンデルバンとハイン・リヒ・リッケルとエミール・ラスクラのバーデン学派は、 認識論と価値論を包括した価値哲学を構想した。彼らが論人を張った歴史学や文化科学と自然科学の認識の違いあるいはその区別は当時流行の認識方法をめぐる主題でもあり、ディルタイとも関心を共通させており、この議論はその弟子のゲオルクミッシュにも引き継がれた。同様の議論はエドムント・フッサールの間にもあった。社会学の外されるマックス・ベイバーは、 後年、リッケルトの弟子として新刊と派に分類されることも多いが、自身は自分を哲学者とは考えていなかったとされる。新刊と派の哲学は、ビンデルバントによって、精神科学に自然科学と異なる学問としての独自性が付与されると、同じく精神科学に分類された歴史学に多大な影響を与えただけでなく、 哲学においても哲学史の研究が進められるようになった。これは研究成果がわかりやすいという特徴を有していたこともあり、その後の後段哲学の方向性を基礎づけた。また、新関徒派の哲学は哲学のみならず、その他の多くの学問に多大な影響を及ぼした。法学系法学の分野においては、M.E. マイヤーら多くの学者によって取り入れられ、 当時の自然主義的、法実証主義的な警報理論を批判して、目的論的、価値関係思考的な理論を樹立したが、後に、ハンス・ベルゼルの目的的行為論によって、批判されるようになり、多くの論争を引き起こした。ありがとうございます。